どうもありがとうございます。どうもありがとう、 DJ でござる。キムユン、まあ皆さんね、花尾マスターなわけですよ。もう花尾のこと大体分かってるでしょ。もう俺の好きな食べ物知ってる？マイカのパプリカソース。おー正解マイカのパプリカソースが大好物です。本当に大好きなということで、今回はですね、皆さんに花尾格付けチェック受けてもらいたいと思います。花尾格付けチェックというのはですね、花尾の作った方を当ててくださいというね、ゲームでございます。で、今回は僕が作った作品とスーが作った作品、この2つを、見比べてどっちがおるのかっていうのを、まあ、当ててもらいます。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。メイクトースウィズメンタルリセット。それではですね、まず第一格付けでございます。一つ目のお題は4でございます。はい、おーおー、いい感じいい感じ。ちょちょ、キムがちょっと絶妙に似合ってる。肌の色と同化しとるから。さあ、それでは料理の方を、料理カモン。さあ、はい、では目の前に、料理が出てまいりましたと。違う、どうか今の間に合うやこれ。吟味していただきたいと思います。違う、どうか今の。いやあ、なんか腹に入れよったの。ああ俺と遊ぶな。はい、じゃあ A の方から食べていただきたいと思います。あーしてもそれ、あーして、はい、なんこれ、ほんまに目玉焼き、目玉焼きっすよ、全然の。どうですか？なに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 、そう、まずかいや、ほんまに多分それさ、俺ら二人が作ったものだからって先入観だと思うね、これでも。はい、どうやりから B、はい、行きます。結構大きくしたけで B、まだちょっと全部じゃない、これも、これちょっとほんま、これ、これ、気悪い。それも、それもだって入ってるやん、あれ、装飾に。さすがに靴ひもみたいな、確かにあったかもしれない。はいはい、はい、OK。 はい、で、レンナーさん、あのね、まず大きな違いといたしましては、まず、あの最後の靴ひもみたいなやつだね。あれを入れたくなっちゃう方がどっちかっていうのが論点。あー、なるほどね。その点から考えますと、はい、花尾は B です。はい、わかりました。では、レンガーさん B の部屋ということで、はい、チーム積分。はい、それではじゃあチーム積分さん、はい、ということで、じゃあ花尾の作った方はどちらでしょう。せーの、え、こちら分かれましたね。みんな B って言うと思うんですよ、はい、あー、なるほどね。でも、そこでみんな B にすると結果が違くなくて、番組的に、いやないです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 。ノーリンはどうして B なんですか？最後に、なんか変な棒みたいなのが靴ひも、靴ひも、あー、やっぱあれは決めてないや、あれ決めてないやね。あ、作ってるけど見えてるぞ、見えてるぞ。お、さあノーリンどうする？じゃあ A、 結局ね、積分、チーム積分は A の部屋ということで、はい。さあ、それではですね、正解の扉を開けたいと思います。一つ目のお題、料理の答えは、こちらでーす。こちらでーす。こちらが、あの、作った料理でーす。イエーイ、お疲れ。いやー、これは初めから波乱な展開じゃなかろうか。いや、やっぱこれなんですよね。絶対に B かと思うじゃないですか、皆さん。いや、B かと思うかって言われたら分からんねんけど、これは波乱さん、食べさせ方が実質、実質か、実質みたいなとこあったな。実質みたいなとこ、ね、実質みたいなとこあったな。それでは、第二格付け、はい、お題は、双雲でございます。何？お題、双雲でございます。お二人の双雲を書いたので、で、一応これ漢字は打つという漢字を書いてます。打つ、打つという漢字を書いてます。あー、なんかちょんちょんが多いやつ、知らんけど、そういう感じ。それでは、ドン、双雲が書いたやつです。だから双雲は何なんですか？双雲って何？双雲味を出した打つという漢字です、を二人で書いたってこと。双雲って人がこういう書き方するの？そうそうそう、
神経の神経の神経の思想思想思想そう産んならやるっていう。まあでも動物がなんかいるのもなんかポイントな気はしますけどね、はい、ポイントとしてはここになんか STOP。 いやそれは 俺そこずっと気になってんの、ね、俺そこずっと気になってんの、ね、ほんまに。はい、じゃあそんなところで決まりましたか。こっちがいいですか、はい、こっちがいい、こっちがいいでいきます。じゃあチーム積分出した答えは、せーの、どういうとこは俺っぽいんですか。こう打つのここになんか、うん、なんか書いてあるんですよ。ああ読めないんですけど、あ、米印ピンポンじゃないですか。あ、米印ピンポン、これ切ってもらう。お、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 鋭いなそれ。レンガーさん、一向けときます。あ、だいたい、はい、あ、もんじゃ、あれやめたんや、もういや、彼らついにやめたんや。めんどくさいんで、ついにやめたんや、ついにやめたんや、めんどくさいから、ついにもう一旦は彼らは答えは変えられないから、ここ、はい、はい、じゃあ、デンガーさんの出した答えは何ですか。 A、 やっぱり、この A がタッチが絶対絵のタッチがお前よく見てる。で、よく見てる。ここの T とかが、うん、俺はなんか数学のなんかぽいこと書きたいなのになったんかなって、それなりそうなこっち、はい、ということで、はい、お題総運の正解は A でございます。え、どうすか、あの、さっき左が書かれてるでしょ。もちろんこれ全部正しい。俺と住んではほんまに出てまうねん。芸術が本当にもう差が出てまいすぎて。やべえや、やこれ絶対分かるやんってなって。はい、このままじゃやばいので、ね、次本気出すわ。あ、次結構むずいんですよ。次のお題は、はい、シルです。シル、これ大丈夫。これさ、あかんあかんものを想像してるみたいな。どういうこと、どういうこと。え、いやいや、口でどうでもじゃないけど言えないような想像してるけど。いや、はい、というわけで、うち次のお題、シルはですね、花尾とスンの汗の匂いがあるんですよ。やばい、やばい。はい、僕らが30分間必死にね、反対のコーナーをランニングした、いや、ランニングして書いたね、ランニングして書いた汗をビニール袋にすぐ密封して発酵したやつ、こちらに、ありますので、ほんまに嫌やこれ。ということで A からね、書いてもらおうと思います。 A から。 A も B もないっすよ、これ。何さ、できたから、あ、でもなんか、かゆいわ、俺は意外と、うん、意外とやった、うん、俺でもかなりハードル上げていったから、まあ、あのね、触ってもらったら分かると思う。触ってみようや。じゃあ、いきますよ。はい、はい、 OK、 次の前に、やだ、もういいです。書きました、ちゃんと。あ、次、はい、これ B。 うわー、こっちの方がちょっときついかも。いや、でも思ったより耐えてんねん。うん、ちょっとこっちの方が強いぐらい、激臭ではなかった。ちょっとこっちの方が似合う。 B の方がちょっと強い気はするでも。さあ、それでは、デンガーさん出した答えは、 A が鼻を、スンの方が汚い。いや、それもあるけど、それもあるそれもある。それはないんやけど、正直、匂いの差は大きくはなかったよ。うん、うん、まあ、ちょっとほんま微差レベル、はいはいはい、やけど、まあ、俺は正直そもそもその黒と紺の差にまずちょっと注目して、あー、なるほどね、黒をお前が取りそうっていう、あー、そういうことか。さあ、ここまで全問正解中の関さん、さあ、ここで大きく意見が分かれるのか、選んだ答えは、さあ、お題、汁、出した答えは、せーの、 A、 A、 お、全員スンを汚く思っている。全員スンのことが汚いと思っている。それでは、お題、汁、うん、正解発表はこちら。正解は B です。うわあ、俺の方がきせえんだよ。はい、ということで、続いてのお題は音楽でございます。なんか、害はなさそう。音楽害はなさそう。音楽は、はい、
僕とスンが、まあ、君たちの背後で音楽を演奏するんでどっちか当ててくださいはルール説明しますと、僕らが今からね、はい、曲のレモンのサビを口笛で吹きます。ああ、はい、口笛で演奏してそのまま帰っていきます。はい、それを当ててください。はい、いきますよ。はい、はい、それでは高校参ります。お題音楽の正解は、せーの、お、分かれました。いや、僕分かってないです、実は。 B おー、じゃあ次、レンガーさん、レンガーさん、はい、レンガーさん出した答えは B お、というと、なんで、まず、A の演奏は、うん、よっしゃ、俺の土俵来た感の演奏で、演奏にしたらどうやって、演奏だっていつものて、あれ、レモンに比べてテンポが速かったね。 B の方が遅いテンポやって、はい、ってことは、A の子の方が多分、うんうん、レモンをやりたくて震えてる状態レモンをやりたくて震えてる、息もちょっと息遣いも荒かったからそれでは、スンの方のレモンはどっちだったでしょうか。 A です。何やそれ。何やそれ。やっぱそうなんや、やっぱそうなんや。いや、皆さんの読み通り、確かに A はやっぱな、なんかもう鼻息荒かったもん。鼻息が荒かったもう俺の時代来たみたいな、声出るんちゃうかと思ったほんまに、ほんまに。